10月11日に開幕する西条祭りのだんじりやみこしを彩る提灯作りが佳境を迎えています。西条市氷見の工房では提灯職人の岡本康一さんや妻の宗子さんが親族らと一緒に黙々と提灯を仕上げています。康一さんは90年ほど前に創業した提灯店の2代目で、毎年西条祭りなどに使われる1000個近くの提灯を手作りしています。祭りでは70代から80代ほどの屋台が安市さんの提灯をつけて練り歩きます。今年も盆明けから忙しさが増し、毎日午前8時ごろから夜遅くまで作業をしています。最後の追い込みとなるこの時期は親戚らの手も借りています。宗子さんが和紙を巻いたワイヤで骨組みを作り、親戚らが骨組みに和紙を丁寧に貼って墨などで文字を書いていきます。水をはじくようエゴマ油を塗って3日から4日ほど外で乾かし、手に持つ部分を安市さんがつければ完成です。やっぱり心が飛びますね。家の前までね、提灯作ったら虹が来てね、ほんで私のところ前でね、なので何時をこうね差し上げてくれるとかね、そんなにしてくれるんです。その時は嬉しいです。